実際に高校留学を決めた娘と留学パパが日本一わかりやすくあなたが本当に知りたい高校留学情報をお伝えします。ます Hello everyone. Hello everyone. 留学パパです。娘のエリンです。はい、エリンね。うん。実は高校留学って正しい選び方っていうのがあるし、うん、てる。正しいのがある。そう。 正しい選び方ってあるんですよ<い>実は高校留学どうしたらいいかなってまだねぼんやりしてて、うんえー、決めかねてる人いると思うんですけども正しい高校留学の選び方っていうのを今日ちょっと紹介したいと思います、ね、はい自分が高校を卒業した後、うん、どうしたいかっていうところにちょっとフォーカス当てて話しますようん、うん、はい日本の大学もしくは専門学校に進学したいもうあの帰ってくることが前提ね そういう人いると思うんですけれども、そういう人にぴったりな高校留学の選択肢、え、二つあります。はい。まず、一つ目なんだけれども、経験としてのね、短期留学っていうのがあります。留学の種類って、いろいろあるよね。一番有名なのは、何かな。 んやっぱ語学学校かなそうだね語学学校で英語力を向上させるためのね、うん、それから当然ホームステイっていうのあるよねああうん、うん、あるねそれからターム留学って言ってター,い、うん、ターム留学って1学期間うんまあ1学期っていうのが3ヶ月だったり4ヶ月だったりいろいろあると思うんだけども、うん、その1学期間の留学のことをターム留学って言いますへえ<ー>それから、えー、もう一つはよく知ってる交換留学これ大体まあ1年ぐらいかな、うん じゃあ、うん、どこの国に留学できるかっていう話なんだけれども、うん、この短期の留学に関して言えばどこの国でも行けます<ー>、えー、ただし、うん、留意点っていうのもありますある程度の期間例えばもうそうだな3か月とかにしようかなあ<ー>あなると、えー、長期間になるので、うん、今在籍している高校が、うん、その単位を 認めててくれるかかどうかっていうっいのが重要よね、うん、単位認めてくれなかった場合日本に帰ってきた時にまた、まあ、同じ学年をしなきゃいけないね留年っていうことになっちゃうよね、うん、それから当然日本の大学とかに行きたいっていう人だからうん、うん、受験のことねあ考え心配だよね,ね、うんえー、受験対策っていうことを考えるとあまり高校3年生とかにこう、うん、帰ってくるような留学になってしまうと、えー、それこそ あの受験に間に合わないよねそうだねそして最後に、うん、ターム留学とか交換留学の場合特にそうなんだけども、うん、英語力ってすごく重要になりますうん,なんでうん験であるあなるほどねうんで、えー、大体どれぐらいのレベルの英語力があったらいいか知ってますかエリンはうん準2級とか向こうでしっかりこうねあの生活を楽しもうと思った場合は英検 2>,、うん、2級ぐらいと。 力もう 2>, 2級か現地の授業とかにもういきなりこう放り込まれるわけああなるほどそうすると英語力が12級ぐらいまでのレベルだともう多分何言ってるか陳封幹部だと思ういやそれは大変だそうそして、えー、2つ目のポイントになりますけれども、うん、帰国試女枠これを使って大学受験する向こうの高校を卒業するっていうことあ 卒業してればいいんだそう1年で卒業とかだとダメだ、うん、2>, 2年以上滞在してて卒業してれば帰国子女枠っていうことで、えー、日本の大学に受験ができる<ー>で留学の種類っていうのもあるんだけれども、うん、まあ種類って言っても基本的には公立高校か私立高校かっていうねどこを選んでいきますかっていうことなんですね、はい、留学できる国なんだけれども、うん 実は、えー、公立高校に行きたいなっていう人は、うん、カナダニュージーランドオーストラリアの3か国になります3つねはいそして、えー、と私立高校に関しては今言った3つにプラスして、うんえー、アメリカそしてイギリス、うん、これらも対象になってくるね、うんうん、ただしここでも留意点があります、うんうん、お何 1>, 1つ目は入学できるタイミングが国によって違う おうまあね今までも言ってきたけどそうだねあの4学期制とか、うん、2>, まあ2学期制だったりとかいろいろ始まるタイミングとかね違ったりするよね、うん、これ注意が必要ですね、はい、そして2つ目は英語力がが不足した場合はちょっと問題があります、うんあうん、アメリカやイギリスの場合は英語力が不足する場合は非常に厳しい、うん、オーストラリアの場合、うん、英語力が不足してると留学生向けの英語コースを ちゃんと終えなければ、えー、本科に進めないので<ー>となると卒業するまでに4年ぐらいかかる可能性がありますそれは長いしお金がかかっちゃうねそうだね英語力まあちょっと心配だなっていう人、うん、どこに行ったらいいかというと残りの カナダとニュージーランドそうです。カナダとニュージージランドは英語力が多少不足してても、うん、え英語力を補いながら、えー、本科の授業もちゃんと取れるいいねボタンとチャンネル登録そして LINE アットの登録をお願いします LINE アットを登録していただくと留学経験者が教える8つのマル秘チェックリストをプレゼントします詳しい情報は下の概要欄をご覧ください それでは皆さん、次回お会いしましょう !See you next time!